通か。じゃあ2通目いきます、はい。マグライダー柴さん、ともしげさん、本当は先輩が芸歴詐称して R1 に出てるの許せない人、こんばんは。はい、こんばんは。その通りです。その通りです。間違いないようです。ベニーユキヒデさんです。ありがとうございます。はい、もういつもね、昨年末の M1 グランプリでの大活躍、並びにラビット、マルコポロリなど悪影響に匹敵するほどのメジャー番組に出演されてて感激です。昨日はモグライダーがツイッターのトレンドにも入っていました。M1 の後、たけしさん、さんまさん、タモリさん、ダウンタウンさんなどの大御所と共演や収録はありましたか？言える範囲でいいので聞きたいです。ともしげさんがなんちゃんの番組に出てひな壇で居眠りしていないか心配です。気をつけなきゃ。あと昨日美川さんの YouTube にモグライダーの2人が出てるのを見ました。今度は美川健一&コロッケディナーショーにゲストで呼ばれてください。川柳、M1 後人手が足りない草むしり。チャンスさんのね、チャンス大塩さんがツイッターで真空ジェシカとモグライダーが決勝行ったから同じバイト先の草むしりの人手が足りなくなったで嬉しがりながらも嘆いていました。なるほどね。ベニーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらでね、いただきまして。そう考えるとすごいアルバイト先だった。そうなんですよ。だからチャンスさんがやっぱすごかったのもありますしね。うん、バイタリストでも知ってたんだね。そうよ、運気が上がるバイト先でした。ね、2人出ましたからね。で、大御所と共演したたけし、ね、さんとかさんまさん、たまさん、そのビッグ3はまだないですかね。まだですね。ない。でも、うん、ダウンタウンさんは昨日会えました。そうですね。そう、発表されてましたね。ダウンタウンデラックス。デラックス、はい、デラックス出ますよ。ダウンタウンデラックスゴールドーじゃん。声がでかい。デラックスの声がでかい。デラックスみたいな。いや、すごいびっくりしました。だから会えましたね。まあ、松本さんはその、それこそ決勝でね。はいはい、審査員でいらっしゃったのはありましたけど、でも実際距離も離れてるし、その楽屋挨拶とかもするわけじゃないので、まともになんというか絡んだのは昨日が。そうですね、浜田さんも会いましたけど、めちゃめちゃ若かったです。やっぱ浜田さん、浜田さんの感想、若かった。若かった。30代ぐらいでしたよ。でも本当にそうだね。うん、めちゃめちゃテレビ見てた、もう子供の頃僕たちが12歳ぐらいに見てた時と一緒だったんで、本当に変わらないんだなって思いました。かっこよかったよね。うん、ああ、かっこよかった。うん、びっくりしました。いやー、すごいな。まだ会ったことないわ、ダウンタウンさん。で、その、どんぐらいのことまで言うか、なんか松本さんが冒頭で、その、うん、我々の M1 のことを振り返ってくれて、はい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 、そうそう、だから、1本目良かったから、うん、2本目もまあ見てみたかったなみたいなことも言ってくれて、うん、で、うん、後にご自身でプライベートで俺らの他のネタも見てくれたりしたんで、はいはい、そんな話もしてくれて、そうだ、すごいありがたいなと思います。だから分かんないけど、分かんない、分かんないけど、分かるでしょ。ありがたいでしょ、分かるでしょ。ありがたい。ありがたいでしょ。一択だとは思う。絶対ありがたいでしょ。わかるでしょ。はい、あの松本人志が我々のために一生のうちの数分間時間割いたと思ったら、確かにありがたいでしょ。クリックしたんだよ。そうですよ。あ、すごいね。モグライダーって検索したんでしょ。確かに結構そうね。あ、悪影響は、悪影響のことなんてあなた、口が裂けても言えません。ちょっとデラックスでちゃんと告知したするか。悪影響のバカ野郎。